い、皆様こんにちは、金ちゃんです。いつもご視聴、いいね、コメントありがとうございます。私、北海道遠征ラストランシリーズ、最初で最後のねラストランシリーズということですね、駅巡りをしております。で、果たしてね、じゃあ銀ちゃんね、どんな駅に行ったのかっていうと、ここね、昆布駅っていう駅なんですね。昆布ってね、あの、なんぞやと、あの出汁に使うね、味噌汁とか出汁に使う昆布かと、ラーメンとか出汁にも使うね昆布、そうなんですね、あの昆布なんですね。じゃあ本当にその昆布の駅なのか見てみましょうか。はい、ね、昆布の駅ですよ。はい、見てください、本当に昆布の駅ですね。昆布の駅、いや本当に昆布の駅です。こんな感じですね、駅舎。はい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 、さっさっさっさ。で、昆布駅はと言いますと、時刻表はこうなってます。まあうちの総武本線も1時間に1本やし、特急小西号もまあ2時間にまあ1本、まあ2時間3時間に1本か、前はちょっとあ、もうちょっとあったような気がするんですけどね。こんな感じです。このまま、ホーム行けるんですけど、これもすごいところで、さすが JR 北海道、ね、はい、本当に昆布っていう読み方なんですね。はい、では昆布の次はニセコに泊まるそうです。函館方面は蘭越というところですね。蘭越も結構でかいのかな、はい、さっき通ってきたんですけども、結構まあまあ栄えてる町でした。はい、昆布いかがでしょうか。なかなかね、昆布っていう駅ないですよね。まず、昆布の次何が出てくるんでしょうね。さすがにカツオとかは出てこないと思いますけど、はい、でまあこれがね反対側のロータリーになってるんですけども、まあね、あの函館方面蘭越に泊まるっていうことで、蘭越米っていうのが有名みたいですね、蘭越米で、まあ、隣は反対側の方がちょっと神社のような、お寺のようなっていう感じですね。はい、こんな感じで、昆布駅の動画ここで締めたいと思います。まあ SL とかやっぱ止まるんでしょうかね、多分1両とか2両なのにホームがやたら長いです。ちなみに1両20メートル、2両で40メートル、総武快速線のような15両メートルで300メートルですね。これ6両とかあるんじゃないかな、6両とかね、8両とか止まれそうな感じのホームですけどね。はい、SL っていうのもやっぱ表記、まあやっぱあの SL でしょうね。はい、停止位置なのかは分かりませんけど、まあ、停止位置なんだろうな。はい、でこんな感じで、この動画締めたいと思います。以上で昆布駅終わります。ご視聴どうもありがとうございました。金ちゃんでした。